尾張国像は、尾張国を支配した国の宮津子、落ち国づくりとも、尾張氏、天武天皇十三年に宿根を賜った。大和政権との関わりは古く、皇賞天皇妃世襲足姫美美、主人天皇妃大会姫、日本保高比牛の子コ姫、慶大天皇姫子姫などを皇妃を排出し、全国の国造家の中でも、屈指の勢力を誇った。ダンプ山古や白鳥古などは、 一族の墓と推定されている。奈良時代以降も繁栄し、中央官人になる者や、尾張国内の軍事に任じられるものも多かった。国造の本拠は、尾張国年魚市軍。国造の支配領域は当時尾張国と呼ばれた地域で、現在の愛知県名古屋市、瀬戸市、豊明市、日清市、東郷町、長久手市にあたる。北部の自派あがた主や、 中島あがた主の領域を除く地域。5から6世紀には、終わり全域を支配した。危機などに伝えられる、古代の終わり国は、大和王権の領土としての様子が綴られている。終わりの代表的神社で、国造法祭者である、厚田神宮は、三種の神器の一つ、草薙県を祀っていることで有名である。大和姫命や伊勢神宮に関わる伝説には終わりも、含まれていて、 文化的にも大輪は、紀内や大見、伊勢の影響が強い。国造の放祭者は、大輪国の一宮である、厚田神宮。神宮の大法里、大宮寺家は、大輪国造の光栄で、子孫の千秋氏は、女系で繋がっている。大輪国造の領域で最古の古墳は、愛妻氏の奥地社古墳とされている。墳町に、奥津神社が所在し、 神社所蔵の三面の三角円新獣橋が、椿井大塚山古墳出土の同橋と、同半鏡関係にあることが分かった。このことから4世紀前期の古墳であると推定できる。また、北部の犬山市の白山平の頂上に築造された、前方後方墳の東の都墳が所在し、副葬品の中に十一面の銅鏡があり、そのうちに三角円新獣橋があった。 これら大わの古墳の築造時期や形式から、白鳥塚古墳が、初代国造の家、富江命を、大わ戸上社古墳が家、富江命の妻を、東宮古墳が、時代国造の検討主命を、兜山古墳が宮津姫をそれぞれ埋葬したものと見られる。ありがとうございます。